人命を盾にとって脅迫することは許しがたいテロ行為であり、強い憤りを覚えます。2人の日本人に危害を加えないよう、そして直ちに解放するよう強く要求します。まさに避難民の方々にとって最も必要とされている支援であると考えます。そもそもカディティ主義とイスラム社会とは全く別のものであります。日本の記者の方、お願いいたします。今後も国際社会と連携し、地域の平和と安定のために一層貢献していきます。この方針は揺るぎない方針であり、この方針を